皆さんこんにちは、ガジェットジェットのゆきです。今回はですね、こちらなんとあのソニーの今年度ハイエンド液晶テレビ X95L の実機レビューになります。今年度発売の最新かつ最上位の液晶テレビなので、レビューにも一層力が入りそうです。ということで今回はこちらの X95L の画質面から音質面、その他ゲーミング機能の性能を詳細にレビューしていこうと考えていますので、テレビ選びの真っ最中という方やソニーの最新液晶テレビがどの程度進化しているか気になる方はぜひ最後までご覧ください。今回ご提供いただいたのは今年の5月に発売したばかりの XRJ75X95L で、 X95L シリーズの75インチのモデルになります。X95L シリーズではこの75インチの他に65インチ、85インチのラインナップが存在するんですよね。フラグシップモデルなのでいつも通り65インチ以上の大型サイズのみの展開になっているみたいです。そしてこちら X95L 一番の特徴機能といえば、業界最高クラスの高性能プロセッサー XR と、昨年度から搭載され始めた高輝度バックライトミニ LED の融合による圧倒的な映像美なんですよね。人が特に注目するような人間の目や仕草なんかの解像度を向上させてくれる認知特性プロセッサー XR が搭載されているのはもちろん、今年から新たにパワーアップしたミニ LED が映像の美しさ、リアリティをより向上させてくれるみたいなんです。今回はそういった映像美なんかにも注目して見ていきましょう。それではこちら設置していきますね。はい、こちら X95L の設置が完了しました。やっぱりですね、75インチというだけあって設置した状態ですでに迫力違いますよね。ただ今こうやって 4K 映像を流してるんですけど、映像の存在感は感じるんですけど、テレビ自体の存在感がいい意味であんまりないんですよね。ていうのもこれ液晶周りのベゼルがめちゃくちゃ細くないですか。こちら超驚愕のデザイン、シームレスエッジを採用しているみたいで、映像以外の映り込みを最小限に抑えることでより画面に映る映像に集中できるように設計されているんですよね。確かにですね、ベゼルが細いのはもちろん、昨年のフラグシップモデル X95K よりも前足が細くなっていて、テレビ底面をテレビ台等へ直に設置できるという点においてはテレビとの一体感が生まれて、没入体験のサポートをしてくれていますよね。またですね、通常はこのようにスタンドが外側についてるんですけど、こちら今65インチ用のテレビ台に設置しているので、スタンドを内側設置の状態にしています。そうすることによってこのような大型テレビが設置できないテレビ台でも新たにテレビ台を買い替えることなく安心して設置することができるんですよね。スタンドの設置に関しては、その他にもサウンドバーを設置する人に向けたサウンドバースタイルも用意されているので、それぞれの環境に合わせた設置の方法を選ぶことができるのも便利でいいですよね。そしてこちらテレビの背面になるんですけど、この端子部分のパネルが外れるようになってるんですよね。まあそうすることによって HDMI ケーブルなんかのケーブル類をこのように隠すことができるんで、ケーブルがごちゃごちゃしないんです。まあ、ほんとこういった細かい部分にも配慮が行き届いているのはソニーのブラビアぐらいなので、この部分もかなり評価できます。それでは続いて端子類の確認をしていきましょう。上からビデオカメラなどの周辺機器を接続するための USB 端子、録画用の HDD を接続するための USB 端子、光デジタル音声出力端子、ヘッドホン出力端子、ビデオ入力端子、HDMI 端子が4つ並んでいて、その下に LAN 端子があって、一番下には BSCS アンテナ入力端子、ジデジアンテナ入力端子が搭載されています。ちなみになんですけど、 HDMI2.1 や AMD フリーシンクプレミアムに対応しているのが HDMI 入力3と HDMI 入力4のみとなっていて、さらに EARC に対応しているのが HDMI3 だけになるので、 EARC や ARC に対応したサウンドバーなどは HDMI 入力3に、 PlayStation 5などのゲーム機は HDMI 入力4に接続するようにしましょう。まあ、端子類って大体背面と側面に分かれているんですけど、 X95L では全部テレビの側面に集約されているんですよね。まあ、側面の方がケーブルも接続しやすいので、そういった点でもユーザー思いですよね。続いてはリモコンを見ていきましょう。ボタンの配置自体はオーソドックスな感じで特に変わった部分はないですかね。まあ、最近のトレンドでもあるネット動画配信サービスに直接飛ぶことのできるダイレクトボタンも全部で7個ついていて、まあ、こちらにブラビアのホーム画面ともいえるマイブラビアのボタン、ダイレクトボタンが1つついている感じですかね。
他にも声だけで電源のオンオフやチャンネル切り替えなどの操作ができたり、音声検索ができる Google アシスタントボタンがついていたり、レコーダーの操作をすることができるボタン類も豊富に搭載されていますね。またこちらのリモコン自体が Bluetooth に対応しているみたいなので、まあ、赤外線リモコンのようにいちいちテレビに向けないといけないなんてことがないですよね。そういったちょっとしたイライラを感じさせないのもいいですよね。続いては皆さんお待ちかねの画質面見ていきましょう。今こちら流してるのが YouTube の 4K 動画になるんですけど、色彩も豊かで何よりもめちゃくちゃ明るいんですよね。まあこちらソニーが新開発した XR バックライトマスタードライブという高画質化技術を搭載しているからなんですけど、認知特性プロセッサー XR の精密な映像分析とソニーの培ってきたバックライトの駆動技術によってミニ LED を精密に制御してくれるみたいなんですよね。まあそれによって映像に鮮烈な輝きと引き締まった深い黒を映し出してくれているんですね。まあ今こちら映像モードがダイナミックになっていて、色合いも結構リッチテイストになってるんですけど、スタンダードに変更すると本当程よい色合い、自然な感じの色合いに調整してくれる気がします。まあ、最近はリッチテイストで派手めな色合いが主流になりつつあるんですけど、個人的には再現性に特化したこちらの色合いが好みではありますかね。またミニ LED の分割数が昨年のモデル X95K から約 20% アップしているみたいで、この分割数が多くなればなるほど暗部で気になりがちな絵柄からはみ出したバックライトの光が目につくハロー現象というものを抑えることができるので、この効果はかなり高いと思います。今実際に照明を消した暗闇で映像を流してみてるんですけど、どうですかね。黒の部分の沈み込みと明部の眩しさがバランスが最高ですよね。まあこういった感じで斜めから視聴した場合の光漏れは多少確認できるんですけど、正面から見るとほんと限りなくゼロに近いんですよね。これ VA パネルを採用しているからなのか、他のメーカーのミニ LED 搭載機種よりもはるかにハローが抑えられている気がしたんですよね。まあ、ほんと正面からの視聴に関しては有機 EL に匹敵するレベルかもしれません。またこちらはコントラストの高さに定評のある VA パネルを採用しているんですけど、斜めから見ても白っぽくならずに色鮮やかに映し出してくれるんですよね。これソニー独自の X ワイドアングルという高視野角技術が搭載されているからなんですけど、まあ、こうやって斜めから見ても鮮やかに映る分、大人数でのテレビ視聴にもかなり向いているんじゃないかなと思いました。続いては皆さんがよく見る地デジ映像を見ていきましょう。いや、さすがは認知特性プロセッサー XR が搭載されているだけあって、地デジ映像もめちゃくちゃ美しいですね。特に人物に対しての超解像処理にこだわっているような感じがして、人が映っている部分と、まあ、背景のバランスが絶妙なんですよね。もちろん字幕やテロップもこのような感じでにじみが抑えられていて、さすがはソニーの最上位液晶テレビだなっていう印象ですね。続いては音質面について見ていきましょう。こちら X95L では今年度から新たにアコースティックマルチオーディオプラスというソニー独自の音響技術が搭載されているんですよね。昨年のモデル X95K まではただのアコースティックマルチオーディオだったので、まあ、簡単に言うとプラスがついているかついていないかっていう違いなんですが、音を出す仕組みがガラッと変わっているみたいなんですよね。まあ、従来モデルに搭載されていたアコースティックマルチオーディオではサウンドポジショニングツイーターといって高音を担当するツイーター自体がテレビの背面の上部、この辺りの裏に設置されていったんですけど、今回 X95L ではそのツイーターがこちらのフレーム内部に内蔵されているみたいなんです。そうすることによって従来のツイーターのように壁への反響を利用することなくユーザーの耳へ直接音を届けることができるので、これまでよりも画面から音が出ている感覚が増しそうな気がしますよね。まあ、今回はそのフレームツイーターのことも気にしつつ実際に音楽の方を聴いてみましょう。はい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 、まず最初に思ったのがボーカルの声がめちゃくちゃはっきり聞こえるんですよね。しかもその声が画面から直接聞こえるような感じがして、
新たに搭載されたフレームトゥイーターによって昨年のモデル X95K よりも音の定位感がかなり向上した気がします。これ一般的に使われているダイナミック型スピーカーとは仕組みが根本的に違うみたいで、ソニーの音質設計担当の方もチューニングに苦戦したそうなんですが、そういった新たな技術に挑戦、そして最上位機種にまで搭載してしまうところが非常に好感持てますよね。さらにこちら例年同様、立体音響規格のドルビーアトムスやドルビーアトムス以外のコンテンツも 3D サラウンドにアップスケーリングしてくれる 3D サラウンドアップスケーリングもバッチリ搭載されてるんですよね。このような立体音響がちゃんと感じられるのか、実際にドルビーアトムスコンテンツも聞いてみましょう。はい、今実際にドルビーアトムスコンテンツ聞いてみたんですけど、ほんと若干ですかね、左右の音の広がりが感じられる程度で、上部からの音の降り注ぐ感じはあんまりなかったんで、そこまで期待しない方がいいのかなって感じしましたね。追加で HT7000 などのソニー製のサウンドバーを接続することによって、こちらのテレビがセンタースピーカーとして使えるアコースティックセンターシンクにも対応しているので、より高精度な本格音響を体感したいのであれば、そういった拡張してもいいかもしれませんね。続いてはゲーミング機能の方を見ていきましょう。こちら X95L では今年度から新たにゲームメニューというゲームに特化したユーザーインターフェースが導入されたみたいなんですよね。これまでプレイステーション5との連携機能が注目を集めていたんですが、今回はプレイステーション5に限らずあらゆるゲームで活用できそうな機能みたいです。また 4K120p や VRR、ALLM などの HDMI2.1 にもフル対応しているのはもちろん、プレイステーション5の HDR 調整を自動で行ってくれるオート HDR トーンマッピングや、プレイステーション5でゲームや映画など様々なコンテンツを楽しむ際に各コンテンツに応じた画質モードで自動的に切り替えてくれるコンテンツ連携画質モードは例年通り搭載されているみたいです。では実際に新たに導入されたゲームメニューの機能説明を交えつつゲームをプレイしてみましょう。はい、実際に今プレイしているんですけど、やっぱりゲームプレイ時の画質もめちゃくちゃ綺麗ですよね。こういった水面に照らされる太陽の照り返しなんかも、輝度が高くて本当現実かのような錯覚すらしちゃいますよね。そして何よりゲーム操作もヌルヌルで、こんだけ高画質処理を施しておきながら表示遅延は 8.5 ミリセカンドにまで短縮してくれているので、こういった FPS ゲームなんかもストレスなくプレイすることができています。そして今年のモデルから新たに搭載されたゲームメニューなんですけど、ゲームプレイ中にリモコンの操作録画ボタンを押すことによって起動します。ゲームメニューでは VRR のオンオフ、残像低減機能のオンオフ、ブラックイコライザーのオンオフ、クロスヘアのオンオフとクロスヘアタイプの変更なんかができるみたいですね。例えばこのブラックイコライザーなんですけど、こういった暗いシーンとかで役立つ機能になっていて、これをオンにすることで暗闇で隠れている敵を見つけやすくしてくれるんですよね。確かにオンオフした状態を見比べるとその差は明らかだと思います。またクロスヘアに関してはこれをオンにすることで標準マークを画面中央に表示させてくれるみたいですね。タイプ変更もこの6種類から変えることができるみたいなんで、シューティングゲームなんかをする人にはかなり嬉しい機能だと思います。続いてはネット動画について見ていきましょう。 X95L のプラットフォームは例年通り Google TV を採用していてですね、ホーム画面なんかの操作性も滑らかでストレスないんですよね。またソニーのテレビに欠かせないネット動画がこちらのブラビアコアで、こちら以前まで認知特性プロセッサー XR が搭載されている機種でしか利用できないソニー独自の VOD だったんですけど、今年のモデルではほとんどの機種に搭載されているみたいなんですよね。こちらのブラビアコアではソニーピクチャーズの映画が2年間見放題だったり、最新映画を10作品選べるチケットがもらえたりするんで、個人的にもかなりおすすめの VOD です。見放題期間やチケットの枚数が各モデルによって異なりはしますが、このブラビアコアがほぼ全てのモデルで搭載されているのには驚きですね。その他にも iPhone 内の写真や動画を大画面のテレビにすぐ映し出すことができる AirPlay 2にも対応していたり、今回はちょっとないんですけど、手のジェスチャーでテレビを操作できたり、
自動省電力のサポートをしてくれたりするブラビアカムを別途設置することもできます。さて今回はこちらソニーブラビアの2023年フラグシップモデル X95L をソニーマーケティング株式会社様より特別にご提供いただきましたので、そちらの画質から音質、ゲーミング機能まで幅広くレビューしていきました。いや、 やっぱり日本が誇るソニーのフラグシップモデルですね。ネット動画、地デジの画質面はもちろん、本モデルで新搭載したフレームトゥイーターによって音質や音の定位感もかなり向上していた感じがしました。やっぱりですね、こう他社と比較してしまうのはあまり良くないかなと思うんですけど、今までレビューしてきた液晶テレビの中で画質に関してはダントツ一番綺麗でした。特にコントラストの高さが段違いで、暗闇でもハロー現象を感じにくかったんですよね。やっぱりそれはただミニ LED を採用しているからってだけじゃなくて、ソニーが長年培ってきたプロセッサーの技術、 LED 駆動技術があってからこそなんじゃないかなと思いましたね。まあ、お値段は65インチモデルで31万4500円からと、まあ、比較的お高めにはなってるんですけど、画質面は一切妥協したくないって方であれば買って損はないのかなとも思いました。まあ、少しでも気になった方は概要欄に商品のリンクを貼っておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。今後もですね、こういったテレビのレビューだったり、その他家電のガジェットの最新情報をじゃんじゃん投稿していきたいと思いますので、今のうちにチャンネル登録してくれればと思います。また今回の動画は分かりやすい、ためになったと感じた方は高評価も忘れずに押してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけでした。